結局ですね、ここでやってみることにしました。何が取れるんだろう。久しぶりですね。まあやってみないと分かんないですけど、やってみたいと思います。ご視聴ありがとうございます。浜名湖小原の小原です。今日はですね、新川沿いに来てみました。久しぶりですね、こっち。手長エビっていうのが取れるらしいんで、できたら手長エビを狙ってみたいなと思って、やってきました。今日ですね、スマホの充電がですね、家を出る前にできてなくて、今日顔出しなしで、もう1台のカメラも、自撮りできるカメラもあったんですけど、それも持ってくるの忘れちゃって、今回、今日はですね、顔出しほとんどなしでですね、多分なしで、行きたいと思います。じゃあもうちょっとあっちの方行って、ちょっとサナルコの方も周りを見ていきたいですね。映ってるかな。映ってる人がですね、今1名いらっしゃるんですけど、もうちょっとあっちの方ちょっと見ていきたいと思います。公園の方、釣り人の人も結構いるのかなと思ったけど、そんなことないですね。ここがですね、いつもの橋の下です。橋の下のところです。あと、こっち戻ってくるかもしれないです。相変わらず、この水は濁ってますね。よし、行ってみます。じゃあそこら辺でも取れるんじゃないかな。
久々ですけど始めてみました。久々ですね。どうやってやるんだろう。ちょっと何が何だかちょっと久々なんで分かんないです。手長エビってどこにいるんだろうな。来るときにですね、セリアで、手長エビっていうのを針を買ってきました。よく分かんないです、見ても。こうやってつけるんだ。あとどこにいるかですよね。もっとコンクリートの間とかそういうとこがいいんじゃないかな。あっちの方とかちょっとわかんないです。もうちょっとこれはこのサナルコの手長エビは研究しますわ。ちょっと調べます。まあ、ほんと久々で、釣れるかどうかちょっと全然わかんないですけど、気持ちいいですね。この鳥が鳴くウイスかな、鳥が鳴いてですね、気持ちいいですね。釣れなくてもいいやっていうことになってきますけど、手長エビをなんとかしたいですね。結構釣れてるらしいんで。もうですね、お魚ソーセージを買ってきたんで、これをつけて、あの手長エビの餌になるって書いてあったんで調べてみたら、これをつけてやってみたいと思います。根がかってですね、糸が切れちゃったんで、針のところが切れちゃったんで、今回これで終了します。久々にやりましたね、釣り。ここにも久々に来たし、やっぱいいですわ、この外で過ごすっていうのは。夜とかも行きたいんですけどね、ちょっとね、ちょっと用事があったりするんで、ちょっと難しいんですけど、そうですね、釣りをですね、このゴールデンウィーク期間中から始めて、釣れなくても行くというふうにしたいなと思います。この動画がちょっとでもいいなと思いましたら、高評価のボタンをクリック、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画、この動画でお会いいたしましょう。浜名湖大原の大原でした。バイバイ。久々のサナルコからの新川で、浜名湖に向かってるところの新川で覚えで、バイバイ。いやー、久々で、映ってるかな、久々でですね、こう来てやれてよかったです。この心地よい春の風が感じられて、春の気候、鳥の声、川の流れ、なんかものすごい汚いっていうか濁ってるんですけど、そういう川にまた来てですね、釣りができてよかったです。手長エビですね、問題は手長エビです。手長エビも釣ってみたいな、食べてみたいなって思ってます。そんな風です。バイバイ。